緊張するんですね。じゃあ行きます。はい。はい。トニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ。時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしにお供をしてほしいというコンセプトをもとに番組をお届けしています。なおこちらは FM ギノワンの収録放送となっております。収録の様子はツイキャス、 YouTube アーカイブ、リアルタイムではご家庭のラジオや車のラジオ、スマホアプリ、リッスンラジオにてお楽しみいただけます。公式インスタもございます。箱にはアンダーバー527にてメッセージのリクエストなどを募集しています。 FM ギノワンメールアドレス 797fmginowan.com に件名箱庭と添えてメッセージをお願いします。お好きな場所でお好きなドリンクとフードを楽しみながら約25分間お付き合いください。ということで、私トニーとミキサーのマナミンさんとやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。で、今回もですね、またゲストさんをお迎えしたのでやっていきたいと思います。楽しみですね。ですね。もうツイキャスの方は今回はですね、対面でいらっしゃるのでやっています。今回ゲストでお迎えしているのは八地さんです。はいはい、はい、お願いします。どうもこんばんは、八地です。緊張でーす。八地さん、あんなにさっきまでめちゃくちゃ喋ってたのに。あー、もう怖いさ、もう大丈夫大丈夫、行きましょう、やりましょう。よかった、フォローがいっぱいあるからもう嬉しい場合。頑張りましょう。はじちさんは、私が、まあ、ISD 個性心理学のイベントで活動している中で、はじちさんもイベントを出展したり、あと、イベントの主催もされてる方で、それをきっかけに仲良くさせていただいております。で、はじちさんは投資リーディングというものを、まあ、イベントで出されているんですけど、そういうのも楽しくやっていければ、話できればいいなって思ってます。お願いします。やだ、恥ずかしい。そうなんです。投資リーディングっていう手法を使って、そうだな、魂の方にアクセスしていくんですけれども、結局そのあれですよね、魂の根本的な浄化ですよね、うんうんうん、そうですね、そうそう、そんな感じでやってます。魂っていうのは、今私たちの体を借りて、魂が生きてるっていう考え方を、まあ、してると思うんですけど、まあ、私がその生き終わった後も、その魂をまた誰かの体を借りて、また生きるって時に、もしそこにずっとトラブルがあったら、またその、来世でもそのトラブルを、起こしてしまいがちだから、そこを、取っ払って、するっていうのを、はじちさんはやっているっていうことです。はい。はい、そうです。ありがとうございます。よかった。よかったー。ああ、緊張。そうそう。だから、そのね、本来はその自宅の方でセッションをしてるんですけれども、うん、でそのイベントっていうところの方も、なんかこの、賑やかさというか、うん、アクセスをしていって、ガッチガチに固まった、その信念、観念みたいなのがあるんです。いろんな感情の深いところを見ていくと、信じ込み、思い込みっていう感じのところで、あるので、で、そこをちょっと見て、浄化をするっていうことをするんですけど、うん、エネルギーを扱いながらね。そしたらその場でもエネルギーがだいぶ変わるんですよ。で、クライアントさんの顔の方も、目も違うし、エネルギーも違うから、その変わる感覚がものすごくまた好きで。ああ。そう、一緒にまた、そう、パッて変わる、その、だから、イベントやめられない。すごい。で、ちなみに、まあ、はじちっていうお名前は、私と一緒でビジネスネームとして使われてるってことなんですけど、はじちさんの、その、はじちっていうものは、ここはちょっと私が軽く話しするんですけど、沖縄の、おじいじゃないか、おばの
あの世代、もうおばあとかひいおばあの世代の時に結婚した証でした。うんうん。そうそう、結婚した証にこの手に墨を入れるんですよ。タトゥーみたいな。で、それで、この人は既婚者っていうのが、わかるようなものが恥地ってなってます。で、各地によってまたこの、なんで入れる形が違うっていうのが、特徴的で、もう今は、大体、もう やられてる方はいらっしゃらないんですけど、あの、今でも、若者たちが、なんだろう、ジャクラタトゥーって言って2週間で消えるタトゥーとかで、そういうので、おしゃれとして楽しんでるっていうのが、恥地になってます。で、また実際にもね、今ね、流行ってて、そう、恥地をね、入れる方も、ね、ほとんど、すごく、また綺麗なんですよね。すごい。そう。ね、入れてる方、よく、インスタがないかお見受けしたりとか、そういう仕事されてる方とか、そうですね、いらっしゃったりとか。ね、すごい。沖縄出身か、沖縄。内地の方の方、内地で、ね、やってる方もなんかいるので、出身かな、あ、なんかちょっとここがわかんない。新聞多分載ってたと思う。読谷にもいるってお客さんにも聞きました。そう、入れてる、そう、刺す方がいらっしゃるので。だからあれですよね、ハジチも書くときに、針をつくって書いて、ハジチって書くんでしょうね。あれ見たときに、あ、すごいと思いました。なんか勝手に感動しました。ね、覚悟も必要かもね。だから確かに、そう、結局その私もその私の由来も話していいですか。もちろんもちろん。その野号を何しようかなと思った時に、ハジチって降りてきたんですよ。でもハジチなんてもうね、今の時代にやってるばっちゃんたちいないから、なんでかなーって思いながらちょっと過ごしてたんですけれども、そしたら面白いですよね。ハジチの話がいっぱい来るんですよ。友達の方からだったりとか、そういうところの方が目についたりとか。ある方ブックオフカーブ切ったらこう端地の本が置かれてるんですよ。なるほど。目の前にとかものすごく面白くって、なんだこんなにまで端地の話が来るんだろうかとかと思ってたら、ちょうどここ側がなんか気になり始めたのパッて見たら端地をしてる店員があったんですよ。そしたらうちのひいばあちゃんだったっていう話。そう、うちのばあちゃんは母方の方が、家島の方なんですけど、そこでノロっていうか、ノロがね、神事のもうボランティアでやってたので、で、それで、あ、おばあだって思って、おばあのこのメッセージなんだっていうのが分かったんですけど、ハジチっていうことで、ずっとしばらく考えてたら、ちょうどうちの母が、おっきいおばあはさ、みたいな、急に話し始めて、何を話するのかなと思ったら、ハジチをするのが夢だったわけ。と思って、そしたらそのさっきお話あったように、なんかあの結婚したという証っていうところで、そこがすごくワクワクした、楽しみだったって言い方をしてたので、そのワクワクする感覚がちょっと伝わってきたので、おお楽しそうと思って、なるほど、そう、野望はじちにしたんですよ。すごい、はい、そう、はじちさんのイメージが青なんですよね。はい、そう、もう髪型今見えないけど赤なんですけど、そうけどめっちゃそう青すごい。そう、だからあのハジチさんの主催してるハジチフェスとかも、ドレスコード青ですよね。そうですね。この名刺も青なので、そう、ね、先ほどちょっと私たちも そう青なので。女の子がそうベースになっていて、うん、そう、あ、この名刺の方を作るのもイメージはできてたので、その作っていただいている方の方にちょっとお伝えしながらで、こうじゃない、じゃあこう、これはどうですかって形の方でお願いして出来上がった、そうなんですよ。青、ものすごく個人的には好きなんですよ。青とか緑が好きで。そう。だから、なるほど。ということなんです。いつもだからね、青か緑か形になってる。今日はちょっと違う。すごい。すごいな。今日はなんか、そう、赤みたいな感じだったので、赤にしました。すごい。はい、そう。なんか、そう。マナニンさんって投資リーディング聞いたことあります？投資っていうことも聞いたことあるんですけど、実際に受けたりとかはないかな。ないです。でもやっぱ、なんか投資とか電子とかって、なんか分かりづらいですよね。そうですね。なんかもうざっくり、ね、テレビとかでたまに見る感じですね。そうですよね。自分事としてはあんまり、なんか、考えないなっていうんですよね。なんか、なんだろう、想像しにくいっていうか、
あれですよね。ですね。おー。じゃあ、これを一旦曲挟んでから、詳しく話してもらいましょうかね。ありがとうございます。じゃあ、曲の方、曲振り、お願いします。これ何だったっけ？ジャスト、ジャスト、オブアース。レイル・ウィザーズ。お願いします。はい。コメント来てる。おぉ。で、トミーさんって来てる。武蔵さん切る？ん？待って。じゃあ、武蔵さんって方から。武蔵さん？武蔵さん？そうそう。なって来てるの？お疲れ様ですって。うん。来てるんですけど、そう、トニーって言ってるのにトミーさんって言うんですよ、この人。あ、ほんと、トミーって書いてある。トニーさんですね。そうそう。トニーさん。ワッショイって言ってる。ユルミもワッショイってたまに言うんだけど。すごい。武蔵さん、あれですよね。北部の方ですよね。武蔵さんは北部ではないです。石川さんが北部。ああ、そっかそっか。すごい。え、まさかこれも映ってるの？あ、今映ってる。マジか。そう、そう、うん、マイクがさ、と映像は映ってる、あ、映ってます。マイクを、そう、あのね、寄せる。ドン、なんかドンドンって、なってた。そうそうそう、あの、喋りながら、この、持ったりすると、この反響で、そうそうそう。そう目指した、あの、モンブラン美味しかったです。ありがとうございます。めっちゃ美味し、ね、めっちゃ美味しかった、定規の。めっちゃ、これですか？そうそうそう。私、文字が見えないから。お、これくらい？くらいかな？結構あります。これくらいにしましょうか。OK です。残り時間見てたりします、ね、はい。あと12分くらい。12分くらい。あ、違う、14分。14分か。じゃあ2分くらい、あの、お互いのお知らせを読むから、あと10分ぐらいで、トシリ。全然聞こえてなかった。あの、10分ぐらいで、あの、トシリーディングの話をして、うん、10分じゃなくてもいいよね。2分じゃなくてもいいし、なんかわかんないけど。あ、デイジ緊張してるかも。そろそろじゃあ曲、あれしていいですか？はい、大丈夫です。はい。じゃあ行きますね。何？もう始まるってことですか？あ、そうそう、もう喋り始まります。じゃあ音楽下げまーす。はーい。はい、お届けした曲は、ビル・ウィザーズさんの Just the Two of Us でした。こちら、はじきさんのリクエストですね。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、はい、聞けて。よかった、はい。コメント来ているので読みます。はい。読みさせたんですね。いつもコメントありがとうございます。トニーさん、ゲストのはじきさん、ミキサーのマナミンさん、リスナーの皆さん、こんにちは、シャイ。ラジオ収録、生配信、お疲れ様です。トニーさん、先日は初めてお会いできてよかったです。そう、初めてこの方と、武蔵さんとお会いした時にモンブランもらったんですよ。そう、モンブランが好きって言って、そうそう、もらったんですよ。わあ、ありがたいです、ね。ありがとうございます。もう、今回、はじちさんが、ゲストで来ているので、またゆっくり、この話は次にやりたいと思います。いやいやいや。ありがとうございます。緊張してるよ、もう。もうなんかもうなんかドキドキしてるよ、本当に。そうそうそう。で、そう、本題に行きましょう、じゃあ。何でしたっけ？投資リーディングって何でしたっけ？何でしたっけ？なんか、あ、何だったっけな、そう。なんか事例とかありますか？事例いっぱいあるんですけどね。何て言えばいいんだろう。もう全部忘れちゃうんだよ。どうしようどうしよう。結局、そのね、悩んでいるっていうことって、依頼者様が来られるわけですよね、うんうん、こういう人間関係でだったりとか、うんうん、人間関係って言ったら結局家族かもそうだし、うん、あとなんかもういろんなことね、うん、霊障もそう何でもなんだよね結局自分の、うん、自分の目の前で起きてることっていうのは、うん、で自分の内側のことがその映像でこう、ああ、そうそうそう、現実として、ね、投影されるわけだから、うんうんうん、でそれでみんなこう、外側に意識を向いて、どうにか解決しようと思って、行動を起こしたりとか、あと自己探求したりとかするんだけども、うんうん、結局は、それで一旦解決をするんだけど、うん、わあ、よかったって感じするんだけども、うん、時間経てば、結局また人を変えて、あこう見せられるわけなんですよね。なるでなると、
わざわざその現実を見せるためにこういうふうなシチュエーションさせてるってわけでもないけど、内側に同じ周波数のものがあるでしょみたいな、早く浄化してよっていうふうな形で、もしただ言ってるような感じ、うん、あーなるほど、で湧いてくる感情の方を消化すればいいんですけど、あだけど消化しなかったら、はい、どんどん形を変えて出てくる、はいはい、あーなるほど、そう、うん、その感情のいろんなブワーってモヤモヤしたりとか、なんかあれじゃないですか、あれかな、具体的に言うとこの会社でストレスを抱えてる人って、会社を変えてもこの根本的なとこが理由になってないから、うん、このあれなんですよね。そうだからみんなこうってね、こう場を変えるんですよね。確かになんだけど、そこの方であったその感情の方を消化しないと、うんうんうん、また変えてもそうです、また同じようなことを繰り返すっていうところです。なのでそこの感情の、いろんな感情の根底の方に、ものすごく深いところに信念観念って言われて、信じ込みっていうのがちょっと出来上がって、思い込みか出来上がって、それをみんな種を持ってるんですよ、みんな知らないんで、みんな種を持っていて、それってものすごく強力な磁石なんですよ、なるほど、で内側に持っているから、その投影だから、それと同じようなものが引き寄せて見せられる、なるほどっていう感じだから、外側の方でいろいろやる、意識は外に向いてる、行動を起こす、自己探求する、解決したってなっても、内側の周波数が変わってないから、また時間経った時に忘れた頃また思う、なんかこう来たりとかすることですよ。だから内側が一番大事。なるほど、なんか ISD、 ISD となんか似てますねISD もそのやっぱ人間関係を良くするためのそのコミュニケーションツールとしてやってるんですけど、そのやっぱりあのこの人のこのなんだろう、個性がわからないから、その、うん、みんな個性同士でやるけど、やっぱこの個性はやったらいけない、このっていうのはやっぱどの個性にもあって、でもそのそれを気づいたらやっぱそこは直せるんだけど、直せない、わからないからやっちゃうみたいな、うん、だからその根底的なその部分をこのなくすため、ストレスをなくすために、あの ISD をみんなやりましょう、学んでみたら楽しいよっていうのが、そう私たちのこの伝えたいことなんですけど、うん、そうそうそう、だから会社でそのストレスを抱えて、例えばお酒飲んだりとか、友達と話したりしてストレスは一回なくなったように見えるけど、翌日会社に行くとまたストレスが発生するっていうのは、やっぱそのなんか要因がね、やっぱ分かってないっていうのがあるのかなって思います、うんうん、そんなことが、そうなんですよ、中なんですね、全部自分の内側になるので、でまた先祖から引き継いでる DNA みたいなものが入ってくるので、あ、そう、感情が現世でこの自分が抱えたもの以外にもあるとか、そうです、そうです、そうです、うん、だったりとかするから、だからそこをその相談内容によって、あ、どこが凝り固まってるのかなっていうのをちょっと見るんですよね。でも大体その過去性とか前世とかって言われてるところだったりとか、まあでも一応、幼少期の親の擦り込みの部分だったりとかが見えてくるんですよ。でそこの方にものすごく本人の中でやっぱりそうじゃないけど、そうだって言われてたりとか、そうとか、いろいろ自己肯定が低くする理由はまたいろいろあるわけですよ、そこだったりとか。すごい、夜中なんかいい話しようかなんか幽霊シリーズみたいなのもある確かに過去戦ならね、そうですよね、生贄みたいな形のところもあるんで、そのまま自分を捧げて終わってる時代とか。でもなんかそこを考えると、なんか ISD も占いって言われるけど、なんか同時リーディングもちょっと占いなのかなみたいな、スピリチュアル的な部分あるのかなって思ったけど、なんかそうじゃないですね、はい、結局スピリチュアルっていうのはある程度誰でも持ってて、うん、でなんか自分が信じてるものだけを信じればいいしっていう、うん、けどやっぱそのまあ ISD もそうだけど、 ISD は統計の数字で出てるけど、うん、都市リーディングっていうのはもうその自分がなんだろう、現実的に生きてる中での映し出されてる世界っていうのだから、うん、なんかそのなんだろう、リアル的な。そうです、リアルですよ。そう。もう現実体感してるじゃないですか、その、いろんなことに対して。もう目くっついてて、うわーって感じでも見えないんだよね。周りが。もうこのことばっかりで、悶々として頭の中でキャッチボール始まるし。
ジャッジじゃないけど自分でこうね、うん、こうじゃないじゃないどう思われてるんだろうかとかね、うんうん、私は思っちゃったりとかするんだけど、うんうん、そういうふうに思うっていうことはどういうことかなっていうところの方で探ると、うん、消化されてない感情があるんですよね。それを見つけてエネルギーを扱って浄化をするってことをしてます。すごいすごいそうなんですよね。そうだからね、うんうん、お悩みを飛び出したいですけど悩まないでって私は思ったりとかするんですけど、確かになんかこの活動、まあ、私もそうなんですけど、なんかこの活動することでなんかなんだろう自分を救われるっていうか自分をなんか人に背中を押してあげられるから、うん、なんかやってよかったなって思いますよね。もうその本当のお客さんのその言葉もねいただいたりとかもしたりもするし、で見ててさっき言ったようなそのエネルギーが変わるっていうところを見た瞬間にって思ったりとか、会えてよかったなっていうふうな形で思ったりとか、うん、ああ、うん、いろいろ経験させていただいてて、うんうんうん、ありがたいです。はじしさんは結構ねあの県外からもお客さんを呼んでて、はい、すごいんですよ、うん、なんか わざわざって言い方もちょっと失礼に値するかもしれないんですけど、リアルで受けるために沖縄に来てくださる方たくさんいらっしゃいますよね。あ、そうですね、いたりとかもいらっしゃったりとか、あとまたズームっていうのがあるので、はい、ズームの方でもエネルギーは全然どこでも行けるはいはい、できるので海外で会うのがなのでズームでそうセッションをしたりとか県外の方のもいらっしゃるし、こういった形で、ね、お越しいただいた中の方で、うん、あの受けるっていうことで、はい、そういうお客様の方も、うん、はい、増えていて、ありがたいことに、はい。で、はじしさんからいろいろ、あの、お知らせをいただいているので、あ、はい、放送、あの、放送最後にっていうか、もう間際なので、でね、はい、行っていきたいと思います。はい、そう、結構、投資リーディングってがっつり受けると、結構いいお値段がするんですけど、うん、この、今聞いてみて、なんか、あ、やってみようかなとか、うんうんうん、そもそもその今聞いたけどまだ腑に落ちてない人って絶対いると思うんですよね。で、そういう人のためにイベントに出ていらっしゃいますので、うん、そのイベント価格とかのお話もしていいですか。はい、イベント価格そう、はい、イベント価格だと30分で5000円、はい、でやってるっていうことなんですけど、なんだっけ。今週じゃないか、来週か、来週、今週の日曜日かですね、7月14日、ネーブルカネダの方で、マーミーズマーケットっていう、うん、あの、ね、うん、結構、月2ぐらいで、有名ですよね、そうやってる、結構年長いね、そうそうそう、ですよね、そう、マーミーズの方で、10時から16時をやってます。うん、で、7月18日に、美活マルシェ、沖縄の松本にあるアガリンティーラーさんで10時から15時やってます。で、7月20日が、うるま市宮里にある、レンタルスペースエイルっていう場所があるんですけど、そこで夜の占いバーとして、夜の8時から24時。で、ここでは、アルコールの提供もあるので、飲みながら、はい、はじしさんのセッション受けられます。贅沢なお時間となっておりますので、ぜひお遊びに、足を運びに来てください。で、ちなみに。夜は、あの、車。月、そうですね。週替わりで。そう、あ、そうそうそうだ。そうそうそう。週替わりか。週替わりで、あの、やっと、あ、このエールの、そうそう、エールが、あの、週替わりで、やってて、そうそうそう。で、あの、だから、第1週の土曜日は、あの、前も話した歩くパワースポットのロビンソワさんが出てて、で、第3週がハジチさんっていう感じで週替わりでやってるので、はい、ぜひお願いします。はい、エールさんちょっと、はい、そうそう、いただければ。お待ちしてます。で、ちなみになんですけど、あの、私もですね、はい、7月18日木曜日に、あの、歩くパワースポットのルミンソワさんが主催している、ニジチュラマルシェ、12時から17時、19時です。ごめんなさい。19時。こちらもやってますので、ISD 個性心理学で出展します。ぜひ、
足をお運びになってくださいっていうことでした。はい。はい、あと一ついいですか、イベント。はい、どうぞ。はい、そう、さっき言ったその、ハチチフェスなんですけど。ハチチフェス。そう、私、ありがたいことに、そう、受講者がいて、都市リーディングを習いたいということで、うん、来ていただいている方がいらっしゃるんですけども、それが、8月の24日、サウジーマルシェの方で、はい、イベントしますので、生徒さんを中心として、はい、もしよかったらお越しください。はい、ありがとうございます。では、また引き続き、来週の放送も、はじちさんが出ますので、ぜひ、お楽しみにお待ちください。ということで、トニーと、はじちと、かなみんさんでした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。OK です。1本目は、こんな感じ。ああ、面白かった。